それでは続いてアイスダンスのオリジナルセットパターンをご覧いただきましょう。8番アクサーナ・グリシュークエフゲーニ・プラートフ組ソビエト。アイスダンスのオリジナルセットパターン、今年はサンバのリズムに乗ります。コーヒールンバのメロディーにグリシューク・プラトフカップル。昨日のコンパルソリーダンスでは2位のこのカップルです。井原さん、はい、ものすごいカラフルな衣装なんですがね。だそうですね、まあ、各選手も課題がサンバということで、まあ、その曲とステップと、まあ、その構成でそのサンバを表現するため衣装までもね、非常に考えて持ってきてますね。アイスダンスは必ず2人が寄り添って体がくっついていなくちゃいけないというのがありますね。そうですね、やはりどうしてもステップを踏むときに遠心力が働きますんで、離れてってしまう、2人が離れてってしまう傾向があるんですけども、やはり上手くなればなるほどやはり、まあ、ぴったり、ステップが合いますね。足元見ていただくと分かると思うんですが、非常に歯切れがいいですね。あ、これはサンバ踊るというのは非常に必要なことですね。ここは結構遠心力で引っ張られて難しいところですね。女性の表情が豊かですね。もう本当に体全体で踊ってますね。ソビエトのアクサーナ・グリシューク、エフゲーニ・プラトフペアです。この2人のカップル、実は今年の世界選手権の後パートナーが変更してということのようなんですね。ですからもう1年も経っていないんですけどね、本当に息が合ってますね、はい。まあ、ここはやはりソビエトの選手の、ね、人たちの、まあ、層の厚いところだと思うんですけれども、まあ、こうしたですね、見せ場ですね、これを一周する間に3カ所も4カ所も入れてくる、うん、まあ、非常に難しいプログラムを組んでますね。テンポリズムに乗ったこのカップルは、まずコンポジション 5.5、5.7、5.6、5.5、高い得点が出ました。 5.7、5.5、5.5、まあ、これは一概には言えないですけど、5.4 というのはちょっと低い気がしますね。カナダのジャッジですね。5.5、5.7、5.6、5.4、5.7、5.5、5.5。まあ、今この、ね、2人の下にカナダの選手がつけてますんでね、ちょうどそうですね、ダンスの難しさ、変化、ステップの配置、正確さを評価するコンポジションに続いてプレゼンテーション 5.7、5.7、5.3、5.7、5.6、5.4。まあ、これは 5.6 とか 5.7 とかっていうところら辺がまあそこそこいい評価じゃないかなと思いますね。